日の、まあ、午前4時ごろ、まあ、4時半かな、まあ、そのあたりになりまして、ちょっとまあ、まあ、お伝えしたいことがございまして、もう誰もいないかな。今日は4月の16日の土曜日の午前、まあ4時30分かな。そのあたりになると思う。あ、どうもどうも。おはようございます。はい。ですね、まあいつも見てくださる方が、ちょっと今回いてくれたりかなと思うんですけど、一応ですね、ちょっとまあ、ちょっと難しい話なんですけど、私の母親いますよね。で、母親のお父様とお母様いらっしゃいますね。まあ、私から見たら、まあ、おじいちゃまとおばあちゃまになるんですけれども。で、それのですね、おじいちゃまの、おじいちゃまのお父様の、ご兄弟になると思うんですけど、その方です。それから、もう一つ言っとくと、私の祖母の、父親が、東京都の都議会議員でした。だから私の、母親の祖母の父親が、東京都議会議員。それから私の母親の、私から見たら祖父の、おじかな。おじが、まあ、そのさっき言った、西園寺公望とかの時の、内閣の時の、衆議院議員か、何々議員か、何か。要するに国会議員です。まあ、そういうことになるかと思うんですが、まあそういう流れが、まあ、ありまして、で、まあ100年ぶりに、まあ国会議員のその、立候補をするということになります。まあそういうことですね。100年ぶりということかな。まあそういうことで、まあ、うちの、まあ、先祖はこういう状態で動いてるということでございました。今日はね、まあ土曜日だから、来週ですね。で、6月ぐらいに、まあそういうことかな。まあそういうことで。
あ、どうもおはようございます。ええ。まあ、うちもね、まあ、四代前は、そういう立場だったんです。うん。四代前はそうだったんですけど、まあ、短かったから、まあ、残せなかったんですけど、うん。まあ、今度また、国会議事堂に100年ぶりに戻るっていうことになるのかなという気はするんですけどね。うん。あ、どうもおはようございます。あ、今ちょっとお湯沸かしてるんで、うん。まあちょっとダラダラと喋っていってんですけど、まあちょっと母親の方からこの前連絡があって、まあうちの先祖はこういったことがあるっていうことを説明していただいたんで、まあ100年ぶりなんですね。ちょっと紅茶買ってこようかな。うん、お茶買ってくるわ。あ、どうもおはようございます。うん。まあそういうことで、まあ誰が見てもちょっとわかんないんですけど、あ、どうもおはようございます。うん。まあ、そういうことで、ああ、いつもかだな。うん。100年前に、うちの先祖が出馬して2回当選してるんですよ。まあ、西園寺金持ちとか、まあ、そういう古い時代になるんですけれども。で、そこの西園寺金持ちの内閣の時に、2回ほど、まあ、当選してるわけ。で、それの、うん。だから私から見たら、祖父のおじさんに当たる人です。多分。うん。で、それの、なんかもうだいぶ前だから、ちょっと実感はない、皆さんないと思うんですけれども、うん。そのね、三之助っていうのがおるんですよ。で、それの兄弟が、広三郎っていうのがおったんかな？うん。それの広三郎の息子が、私の祖父になるわけ。祖父は、東京で開業医しとったんですよ。で、それの、娘が、私の母親なわけ。だからね、広三郎、三之助か。三之助の三がつくやろ？うん。で、それから、広三郎っていうのがおったんですわ。で、広三郎の、息子が、広和やったんですわ。広和が、私の祖父になるわけ。で、広和の娘が、愛子なんですよ。で、愛子の息子が、まあ、私になるっていうことなんですけど、ちょっとね、ややこしいんですけど、多分そうだと思うんですけど、まあ、間違ってたらちょっとまた親から聞くけども、流れはあるんです。うん。だからうちの、先祖が、2回当選してるわけ。まあ、100年前だから、何年前かな、もう120年前だから、ちょっと、まあ、1代、2代、4代以上前の話だから、言えないんだけども、うん。だから、まあ、4代前の120年前に、まあ、2回当選してるんで、
まあそういった家柄ではあるんです、一応は。だから、まあそんなに私が国会議員になるとかいうのはそんなにまあおかしくはないんです。言うと、まあ今回当選はしないけれども、まあ立候補するっていうこと自体は別にまあおかしくはないと。120年ぶりに、で、ね、うん、そういうことになります。で、うん。やけに今日、夜間なの多いな。うん。そういうことで、ちょっとまあ、今回、長崎選挙区の方で、まあ、出る、ほぼ内定はもらってますから、出ますんで、まあ、票はまあ、そんな取れませんし、まあ、今回もそんなに当選はしませんけれども、あと、そうですね、その3年半、3年のその、NHK 党が残、まあ、残ってる限りはですね、うん、まあ、立候補の方向で長崎選挙区で固めていくと。いうつもりは、もう、私としてはもう選択はもうそれしか今ないので。うん。ですから、そんなに、あ、わかった?ですね。うん。ちょっとややこしいんだけどね。間違ってたらすいません。うん。ほぼそうなんです。うん。そういううちなんで。うん。まあ、120年ぶりになりますけど。だから120年ぶりに、まあ、国会議員に立候補することになりました。だ西園寺勤務地の内閣の時に、岐阜の美濃の国の、国会議員の、第9回と第10回の、国会議員の選挙に当選2回してます。うん、それの、子孫になります。うん、ということで、よろしいでしょうか。うん、そういうことなんで、120年ぶりに、国会議事堂に、あれに、まあ、なるんですけれども、本当にまあ、どうなるかわかりませんけれども、あと3年は、それで、ちょっとやってみて、かけてみようかと思います。で、まあ、全国で、まあ、8名ぐらい、もう今10人ぐらい、私の動画に対してファンクラブになってる方いらっしゃいまして、で、まあ、まあ、国会議事堂に行ってもらいたいっていうふうに直接言ってくださる方も、まあ、二人か四人ぐらいいらっしゃったんかな、投書いただいたんですよね。うん。で、まあ、別にその方が別に私の先祖を知らないだけど感覚でそう思われたんだと思いますけれども、まあ、そういった先祖のまあ、子孫になりますんで、まあ世の中がまあ狂ってきて、まあこんだけのまあ波乱状態の政治経済になってきて、まあ120年ぶりになんか日本も制度改革しなきゃなんない時が来たんじゃないかと思いました。それでまあ国会議事堂にまあ戻って、改革しなきゃならない面がまあ日本として必要になってきたんだかなっていう気はします。うん、まあちょっとね、隣火事なんですわ。うん。火事多いね、ここは。うん。
の長良川とか揖斐川とかが岐阜県にありましてね、でそこのまあ鮎という淡水魚があるんですよ、うん、そこの魚をですねいろいろ孵化させるその技術というものをやって、であとね親戚にはね今の岐阜の新聞社、うん、新聞社と映画館と劇場を持ってるオーナーだったんですわ。でその劇場と映画館のオーナーの息子が私の祖父です、うん、新聞社と、新聞社と劇場と映画館、うん、そのオーナーの息子が私の祖父になる、うん、でそれのオーナーのね、まあ、ご兄弟か、その方が、今ここに書いてる、うん、うん、ちょっと名前は書か、声で言いませんけれども、まあ、そういった流れです。だから、うん、だからいつも前から言ってたでしょ？風道切符だけくれたら、あと入ったら活躍できますからって言った時ありますよね。だからもうその風道切符はもう NHK 党のあの方がやってくれるわけですよ。今の自民党っていうのは病んでるから、自民党から入ってももう伸びないと思います。うん。だから今だと思って、動いているわけ、私。うん。まあ僕の予想外れるかもしれないけど、感覚的にそう思うっていうことしか今言えないんですけれど、隣火事なんですわ。うん、救急車と消防車が来てまして、うん。まあそういうことでぜひですね、まあ私が当選する前に 見届けていただいて、あるいはまあ芸能界成功する前に見届けていただいてですね、でまあ何かあった先には、まあ、必ずどっかで。まあ、出世払いということもできるかもしれませんので、よろしくお願いいたします。うん。一応、まあ、経済や社会学の、まあ、専門的な知識っていうのを持ってますので、まあ、普通の人よりも、まあ、いい加減な知識で申し訳ない、素人の知識で申し訳ないんですけれども、まあ、何素人の知識で喋ってやがるって書き込みあるんですけども。まあ、素人でも何でも、まあ、何らかのサクセスがあればいいんです。うん。まあ、そういうことで、今何時だ？あ、5時か。
まあ、あの120年前の時は岐阜県からの、まあ、国会議員だったんですけど、まあ、私の場合は、まあ、長崎の選挙区からということになりましたけど、まあ、場所は違いますけれども、まあ、ご先祖さんはそこなんです。うん。まあ、そういうことで、まあ、まあ、どっかで何かがあるかもしれませんので、まあ、今日いつも見てくださる方は今日来てないんかな。うん。うん。今ね、消防車が来てるんです。ちょっと近所は火事だから。うん。で、いつもね、今4月の、まあ、16日ですよね。4月の25日かそのあたりに熊本の地震があったでしょ ?6 年前。6年前かなちょうど。うん。で、あれがあって、まあ、まあ、ゴールデンウィークまでには、やっぱり九州のあの辺ももう一回地震起きんじゃないかな。うん。で、南海トラフの地震が、まあ、もう残念ながら起きるんですけどね。うん、今消防車来てんの。鳴ってるでしょ。東京はね、火事多いんですよ。うん。だからね、火事が多いっていう時はね、大体東京はいいです。うん。火事がないとダメですわ、東京は。うん。もうね、消防車のうーんってうなってる音が聞こえるっていうことはね、まあ、それだけ世の中が活発化してるっていう意味だと思えるんですよ。まあ美濃の国の、うん、出身なんで、まあ、ご先祖はね、うん、まあ、そういうことになります。うん、で祖母の方はね、東京都の都議会議員の、うん、人だったんで、で私の母親から見たら、まあ美濃の国の国会議員と、私の祖母から見て、東京都議会議員か、うん、だから東京都議会議員と、まあ岐阜県の、まあ、今でいう衆議院議員の、国会議員の、うん、掛け合わせがうちの母親になるんでね。まあ、そういうことで、うん、まあ、120年ぶりに立候補ということになります。まあ、当選はしませんけれども、まあ、立候補という意味では120年ぶりということになります。で、まあ、120年前は2回当選してるっていう、残ってますので。まあ、官報に残ってるレベルだから。うん。どっか官報ってあったんですね。
まあ、そういうことで、お疲れさんでした。うん、今日はですね、まあ、うちの先祖の話をちょっとさせていただきました。うん、まあ、まあ、120年前ですから、あまり関係ないって関係ないっていうことになるかもしれませんけれども、まあ、120年ぶりに立候補することになりましたってことになりますね。はい。どうもお疲れ様でした。まあ、何時かな。じゃあ、あと2、3分で切ります。うん、また別のチャンネルでやらせていただきますので。ちょっといろんな人でやるというかね、ここ。ちょっと収まったかな、火事は。うん、はい。じゃあ、別のチャンネルでまた違う内容をお話しさせていただきます。うん、話をさせていただきます。うん、よろしくお願いします。うん、じゃあ、とりあえずここで、まあ、自己紹介ということでさせていただきました。じゃあよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。くまちゃんでした。